ゲオルク・ホラートゥーン1945年9月15日ベルリン近郊、シュトラウスベルクは、ドイツの作曲家、指揮者、教育者、右翼思想家。王子主の家庭に生まれ、ベルリンのシュテルン音楽院にて、フリードリヒ・ゲルンスハイムとローベルトラーデケに指示。1899年から1905年まで、ブラハやベルリン、バルメーン、マインツで劇場の学長として、契約を結ぶ。 二年間のパリ東留を経て、1910年より、ホルシュタインのバート・ブラムシュテットに、1922年からは、シュトラウスベルクに暮らした。1919年から1922年まで、ドイツ人民党に入党している。1931年9月には、国家社会主義ドイツ労働者党より、党員番号666,098番を、 付与され、オーバーバルニム軍でナチスの音楽部局長を務めた。ドイツ文化闘争同盟においては、1932年より専門分野の指導者としてオペラの責任者を務めている。フォラー・トゥーンはナチスの時代を通して国家体制に最も優遇された作曲家の一人であった。1933年11月1日より、 ベルリン高等音楽学校の声楽教授に就任し、エリーザベト・シュバルツ・コップラを養成している。1934年には、帝国音楽院内部のドイツ作曲家階級代表議会の一員となるも、1936年に風俗犯罪に関する規範に違反した稼働で、強制的に公務を解かれ、ホラートゥーンの作品は、第三帝国放送局から拒否された。中でも、 同年12月17日の放送ボイコットは、宣伝賞、ヨーゼフ・ゲッペルスの提起によるものだった。1938年には、アグネス・ミーゲルのテクストによる、ドイツの歌芝居が初演され、1942年には、皇ヒ・ルイーゼの祈願行列に関するオペラ、王者の犠牲の初演が行われた。このオペラは、プロイセン国民の最大の屈辱にして、不名誉であるとして、 大韓区指導者の AD コッホによって、取り分け東プロイセンにおいて上演が禁止された。舞台音楽以外に、カンタータやリートを手掛けている。ゲオルク・フォラー・トゥーンの著作及びゲオルク・フォラー・トゥーンを、主題とする文献ドイツ国立図書館の、蔵書も黒くより。ABCDE フレット K、プライバーグ、ハンテブックドイチ・ムージーカー19331945。19 CD ログレキシコン、キール 2004?S7.418? エルンストクレイ、ダスクルトゥアディグシコンツームドリッテンライヒ、ウェアオーアーズフォアウントナウハ 1945?S フィッシャー、フランクフルト 2007?ISBN978 から3から10から039326から 5?S633? マイケル H、ケイダー。 第ミスブラウチットミューズ、ムージーカーイムドリッテンライヒ、ミュンヘン1998フレット K、プライバーグ、ハンテブクドイチェムージーカー19331945、S7.422、フレット K、プライバーグ、ハンテブクドイチェムージーカー19331945、S7.4227.423、フレット K、プライバーグ、 ハンテブックドイチムージーカー 19331945S7.424 ありがとうございます。